こんにちは、ようこです。今日は9月の3日の日曜日になります。今現在朝の9時前なんですけれども、今私は電車に乗ってドルタムント市から電車で40分くらいのところにあるボッフォムというね町に行きます。というのも今日私は空手の肩マラソンに参加する予定です。肩マラソンです。この7月に、ユナイテッドサマーマラソンというね、このドイツで初めて私はマラソン大会に出たんですけども、今回参加するのは空手の、この肩マラソンということで、一日中ずっとねちょっと空手の肩を、このセミナーというかね、そういうイベントが実施されるということで、今日はぜひちょっと参加して、いろいろねちょっと習いたいなと思ってるんですね。今空手は私習ってるんですけれども、やっぱりちょっと同じ道場では、同じねトレーナーになりますし、参加者もいつも一緒なので、こうやって、たまにちょっと他のセミナーに参加してるんですけれども、今回もそんな感じで、今回参加するのは肩マラソンということでね、初めて、この肩ばかりのマラソンをね、参加します。で、時間が朝の9時、10時から始まって、18時までということで、もう6時間ずっと肩を、に参加することができるということなんですね。で、私今、まだ空手を習って1年ぐらいなんですけれども、まだね、9の段階で、オレンジの、帯なんですけれども、今肩を習っているのが、平安昇段と平安2段、平安3段、平安4段、平安5段で、今回はちょっと全然習ったことがない、敵とか、そういったねちょっと別の肩も習えるということなので、大変ね、関心があります。そういうことで今日私、おそらく日本人私だけだと思うんですけども、参加、しますので、その様子をご紹介させていただきたいと思います。こちら今日の私のお昼ご飯になります。空手のセミナーの間休憩があるので、その時間に食べようと思ってるんですけれども、まずおにぎり3つ、たくあん入りで塩がたっぷり入っています。でそれからバナナ、お水、昨日の晩の残りのお味噌汁も持っていきます。今日行く会場も初めてのところなので、ちょっと Google マップを頼りにしながらね今移動しています。ボッフォムの、この中央駅着いたので、これからまた地下鉄に乗って、でそれから徒歩で行けるということで、15分ぐらいで着きそうなんですけれどもね、なんとか間に合いそうです。電車を待ったら20分ぐらい待たないといけないので、結局歩いてね今向かっています。歩いた方がちょっと早そうなので、どうもね前方に参加するっぽい感じの人たちもいるので、Google マップを頼りに目的地に向かっています。今日はちょっとねすごく霧がねかいです。どうもねちょっとこちら右側のようですね。無事に到着したようです。開始30分前になるんですけどもね、おそらく方々、前方にいらっしゃる方々も今日の肩マラソンに参加される方だと思うんですけどもね、会場の入り口で、受付を済ませて、で今回の会費なんですけども、事前で申し込めば5ユーロ安くということでしたので、私は事前申し込みをしていたので大人25ユーロ、だいたい日本円で3500円ぐらいなんですけどもね、お支払いしました。ちなみに、事前申し込みがなければ、30ユーロで、4000円ちょっとぐらいになると思うんですけども、でそれで、このお支払いしてから、こちらの方もね、このドイツ空手協会の方にもスタンプを押してもらって証明書をいただいて、でこれからね会場に向かいます。今日も頑張ります。6時間頑張って肩をします。でもすっごいね結構ねたくさんの、参加者がいらっしゃってます。びっくり思ったよりも子供なんかもね結構ね来られてます。頑張りたいと思います。こちらが今日、セミナーの行われる肩マラソンの行われるホールになります。3つねホールがあって、そのうちの1つになるんですけれども、でスケジュールはこんな感じで組み込まれています。3つのこのホールでこういった肩の
セミナーが実施されるんですが、朝10時から、夕方の18時まであります。で、私は平安三段と、適正段伐採台を午前中受けようと思っています。適ね正段と伐採台はちょっと今まで習ったことないんですけれども、まあ、これを機にちょっと習ってみたいと思います。で、休憩があって午後からは平安四段と平安正段二段と平安五段がありますのでね、計6時間この肩マラソンに参加します。頑張りたいと思います。肩マラソンが始まって、まず初めに私は、1時間、9時から10時までなんですけれ、10時から11時までなんですけれども、平安三段を受けてきました。もうすでに習っている方なので、ちょっと自分のできていない点なんかをちょっとね、また見直して、少しね、いい感じでできるようになったかなっていう感じ で、すごくね、良かったです。師匠なんですけれども、もう空手歴58年の方で、お年がね、もう80多分超えてらっしゃる方だと思うんですけれども、よくね、指導さしてくださいました。で、次なんですけれども、また引き続き、1時間この、マラソン、このセミナーを受けます。で、次は、適正段というものを受けるんですけれども、私一度も習ったことがないんですけれども、これを機にね、新しい、ね、方を習いたいと思います。次もね、頑張りたいと思います。でも今日ね、結構参加者ね、来られています。もう黒帯からね、私みたいな、初級に近い、このね、空手の、経験歴の方とか、あとね、子供さんからまた結構ご年配の方なんかもね、男性女性、皆さんね、参加されています。やっぱりね、なんか新たにまたちょっと違う先生、トレーナーに習ったりとか、また違う参加者の方とね、習うと、またちょっとね、気合も入るしモチベーションも上がるのでね、いいかなという感じがします。次もね、頑張りたいと思います。先ほど1時間適正段を習ったんですけれども、もうね、初めてなのと、もう本当なかなか動きが覚えれなくて、でもなんとかね、1時間ね、済みました。いや、でもね、2時間結構もうみっちりちょっと肩やってるので、次3時間目3回目になるんですけれども、次は伐採台、こちらもね、私習ったことがない方なんですけれどもね、参加してね、習いたいと思います。これ終わったらもうまた休憩ですのでね、3時間目、またちょっと頑張りたいと思います。しかしなかなか難しいですよね。なかなかね、覚えれないので、体がついていかないから、もうちょっとね、もう本当に身を見まねでやってるっていう感じです。でもやっぱりね、ちょっと勉強になりますよね。今午前中の、セミナーを終えて休憩に入っています。で、午前中なんですけれども、平安三段と伐採台と、それから適正段を受けました。適正段と伐採台、今までやったことない動きで、本当にちょっともう全然覚えられないまま、もう なんとなく終えたっていう感じなんですけども、でもね、子供がすごい、子供やっぱりすごい子いますよね。すごい素早いし、型が決まってる。そういうね、子供たち 見ただけでも、できる人を見るとね、やっぱりね、セミナー来てよかったなと思いますね。やっぱりちょっと刺激になりますね。で、今休憩してるんですけれども、また午後から、セミナーがあるので、また3時間あるんですね。お昼からは、平安正段と平安二段と、平安四段と平安五段があるということで、平安四段、平安五段ちょっとね、受けたいなと思っています。頑張ってね、ちょっと3時間またセミナーね、受けたいと思います。1時間ちょっと休憩あるのでね、今からおにぎりでも食べて栄養補給取って、息を取ってから、このセミナーに参加します。いや、ちょっとでもやっぱりね、3時間でずっと肩並ってるのでね、ちょっと疲れてきたんですけどもね、皆さんね、熱心にされてるのでね、頑張りたいと思います。ただね、やっぱ空手結構習うことが多いのと、頭とね、体がなかなか思うように動かないんでね、でもやっぱり練習するのみかなってね、ほんと実感します。頑張ります。今5時になるんですけれども、これが最後のセミナーマラソンになります。もうすでに5時間ずっと朝から肩の、このセミナーを受けてるんですけれども、
この、まあ、あと1時間が、最終の、セミナーを受けることになるんですが、最後は、平安五段になります。まあすでにねちょっと習ってるのと、まあ、自宅で自分なりにはやってるんですけどもね、まあ、しっかりまたセミナーでいろいろポイント、まあ、気をつけないといけないところとかできてないところとかをね、まあ、しっかりチェックしてできるようになって帰りたいと思います。もうでもねもう5時間ずっと朝10時からもう今、5時に至るまで動いてるので、だいぶちょっと疲労感がね溜まってきたので、持ってきたらねちょっとバナナで糖分を補ってます。まあね最後もね気合い入れて、まあ頑張りたいと思います。先ほど空手のイベント肩マラソンを終えました。6時間しっかり肩のセミナーをね受けました。いやでもねさすがにね6時間ぶっ続けだったので疲れましたね。まあでもねたくさんのことをね学ぶことができました。トレーナーの方もすごく親切でしたし、ですごく経験豊かな方々だったので分かりやすかったし、すごくねいい指導を受けることができました。またね参加者の方々なんかもすごくね皆さん熱心で、まあ、教えてくださったりする方もいらっしゃってね、いろいろな出会いもできてね、今日は楽しい、まあすごく身のある一日になりました。まあ、そんな感じなんですけども、実際のねちょっと状況をちょっと皆様にねお見せすることはできなかったんですけれども、ちょっとね私のまあ、ちょっと感想とかをお伝えしていて、何かちょっとね感じ取ってくださればいいなと思っております。やっぱりちょっとね体を動かしたりするとね、まあ、スポーツなんかをね通じてまた人との出会いもありますし、まあ、健康にもいいと思いますのでね、これからちょっとスポーツ始めたい方、空手なんていかがでしょうか。52歳ですけれども空手頑張っておりますのでね、またこれからもねちょっと引き続き楽しみながら空手をね続けたいと思いますということですけれども、今日もご視聴ありがとうございました。今からドルトムント市に帰ります。こちらがねボヘムの駅になります。